みなさんこんにちは、カメマルコです。はい、みなさん今回はですね、今まで買った爬虫類用品の中で本当に良かったものベスト5、はい、ということで、今回ベスト5を紹介していきたいと思います。今までもう買って本当に良かったなって思った爬虫類用品、フード、サプリメントなど全部を合わせた、ベスト5をランキング形式で皆さんにご紹介しようという、企画でございます。私が今まで爬虫類飼育者として、生活してきて、本当にこれはいいなと思ったものを紹介したいと思いますので、ぜひご参考にしていただけると嬉しいです。それではレッツラゴー。はい、ということで、早速やっていきたいと思います。まずベスト5から。ベスト5はででん、こちら、こちら UVB&保温球を兼ね備えた、バスキングライトになります。こちらのね、パッケージはこちら、こんな感じのね、商品売ってるやつなんですけど、あの UVB ライトって基本別で今まで私前までつけてたんですよ。ホットスポットライト、プラス UVB ライトで、紫外線と保温スポットライトは、別でつけてたんですけど、なんとこれですと一緒にできちゃうっていう優れものなんですよね。なんでこれ1個で十分なのが助かるなっていうのでね、今年は切り替えましたね。ライトを昔のその別々のライトからこの一緒のこの1個に。ただ欠点としては、やはり UVB と保温球両方入っているライトなんで、温度調節が大変。熱くなりすぎちゃったり、思ったように温度が上がらない。で、または、やっぱり湿度がすぐ飛ぶっていうのがちょっと欠点なんですけども、それを考えた上で、いろいろね、他をちょっとさじ加減変えてやると本当に楽ちんです。1個でできちゃうんで。1個だとね、場所も取らないし、こちら本当におすすめです。はい。そして、ベスト 4! ベスト4は、こちら。こちらですね、爬虫類用スペシャルフードっていう、神谷奈緒さんっていうね、方が作られている、爬虫類の、スペシャルフード。こちら、カルシウムパウダーとして使ってる方が多いんですけど、こう、パウダーですね。これは何使っているかというと、私、ギリシャリクガメの、ギリタ、インドホシガメのカメコくん、そして、リョーパ、フトアゴ、全部にもちろん使います。カルシウムパウダーとして使っているんですけども、なんとこちらね、普通のカルシウムパウダーと違うところがあるんですよ。栄養が本当に高くって、逆に栄養のないレタスとか、そういう、水分が多い葉物野菜に、これをたっぷりとね、かけて、髪に与えると、すごくね、栄養が取れて、いい食事になる、といったような、形です。なんでちょっと違うんですよね。なんで小松菜とかにこうかけるんじゃなく、今日ちょっとレタスとかそういう葉物野菜が多いなって、それが主食になっちゃうなって時に、これをね、たっぷりとかけると、とっても栄養も取れて、水分も取れて、いいといった。買うときは、こちらネットで、買えるんですよね。その神谷奈緒さんのツイッターの方から、メールの問い合わせがあって、そこから注文って言った形で、あとは、イベントで出店もされてる方なんですけど、これはね、リクガメ飼っている方たちで、ツイッターでよく見る方たちはほとんど使っているイメージですね。リクガメ界では多分かなり人気の、カルシウムパウダー、スペシャルフードではないんでしょうか。もう、カルシウムパウダーっていう、次元ではないですよね。はい、そしてついに、ベスト3! 行ってみましょう。はい、ベスト3はですね、じゃじゃん。ちょっと、わかりますか?これね、シェルター、ウェットシェルターですね。これがね、シェルターさんっていう、シェルターって同じ名前なんですけど、シェルターさんのシェルターです。ブランド名、シェルターさん。これね、本当にすごいのよ。
あのレオパのシェルターに使ってるんですけど、一般的に皆さんが結構使ってる王道の昔からあるシェルターってこっちのイメージが多分強いと思うんですよね。ウェットシェルター。で、このウェットシェルターって、まあこの中に水を入れてね、使ってると思うんですけど、まあ大体、まあ3日4日ぐらいでお水がなくなるイメージ。このウェットシェルターは1週間経っても水がなくならない。ほんと足さなくて大丈夫なんだよね。そう、水がなかなかなくならないでずっと保ち続けてくれてるっていうのと、結構ウェットシェルターって白カビができるイメージありませんか？これわかるかな、こういった白いカビね。こうね、結構まめにね洗わないとすぐこう白くねなって白カビができるんですよ、ウェットシェルターって。でけどじゃないや、だけどこのウェットシェルターさんのシェルターって白カビが本当にできにくくて全然できないんですよ。私ね、これ2年ぐらい使ってんのかな、もう1年以上絶対使ってる。もう全然ね白カビができない。このウェットシェルターの時はすぐ白カビができて、超さ頑張ってゴシゴシ洗ったりとか、ほんと力入れても落ちない時とかあったりとかさ、毎日とは言わないけど、まめに気にしてないとすぐ汚い感じになっちゃうイメージなんですけど、このね、ウェットシェルターは最強。しかも超頑丈で、私一回ね、上から落としたことあるけど、もうマジ無傷。全然大丈夫だし、やっぱり作り方が全然違う。で、デザインも可愛いでしょ。最強だよね。なんでもう本当にシェルターさんのシェルターは私、重宝してます。重宝してます。おー！そしてついに、ベスト2。はい。ベスト2は、こちら！じゃじゃーん！はい、こちら。レオパブレンドフードですね。ご存知の方も結構多いかな、レオパ買ってる方はね。まあ、なんでこれがベスト2かというと、やっぱりね、本当にね、これはね、いい。やっぱり生き餌でさ、やっぱレオパをあげ続けるって結構生き餌の管理も大変だし、そして栄養の調節もなかなか難しい。例えばその生き餌、ドゥビアとかレッドローチ、コオロギにさ、どれだけ栄養を与えられてるかっていうのでさ、レオパにあげた時の、その、栄養度も違うじゃないですか。まあ、そういうの全部ひっくるめて、もうこれ一個で簡単に、栄養とかもね、何も考えずにあげて、もう安心安全でいけるよっていうのが一番本当いいなって思うのと、まあ、結構うちでは食いつきが良くって、で、一応ドライタイプっていうことで、まあ、水をちょっとね、湿らせて、ふやかしてあげるタイプなんですよ。こんな感じですね。まあ長期にわたってね、あげ続けてると、あ、これぐらいの、量で、尻尾の太さがさ、これぐらい太くなるんだとか、そういうのがわかるようになってくると、だいたいこの子には何粒とかでさ、栄養のね、調節というか、この粒の個数とかでさ、しっかり調節できるっていうのが、なんか自分的にはすごくいいなと思っていて、もうこれがベスト2ですね。だんだんだかだん。だんだんだかだん。そしてついに、ベスト1。ベスト1は、こちら！じゃじゃーん！こちら、レプラーゼでーす。何回かね、紹介してきてると思うんですけども、爬虫類のお腹を守る、腸内細菌。間違えた。腸内細菌ですね。こちら、レプラーゼ。これはですね、実は2つ種類があって、こっちが普通の餌にかけるタイプ。こっちが水溶性って言って水に溶かすタイプになるんですが、便秘とか下痢とか、そういうのをなっちゃってる爬虫類に、まあ、こちらをかけて、ちょっと腸内のお腹を守るといった感じです。で、これね、どんなにかけても、どんなにかけても与えすぎによるね、変なことはないといった、まあ、安心安全のやつなんですけど、まあ、実はね、うち、レオパをね、飼い始めた頃、全然ね、2週間ぐらいうんちが出なくって悩んでた時期があったんですよ。そんな時にこれを見つけてね、で、まあ、半信半疑で使ったら、
すぐにうんちが出たんですよ。経験があるんで、すごく絶対的な信頼を置いてます。なんでよくね、レオパをずっと便秘で悩んでた頃、助けてくれたこのレプラーゼ、これはまあ何かあった時のために絶対に置いとこうと思って、まあ切れたらいつも使ってます。なかなかね、こういった商品って少ないと思うんですよ。でしかもまあ餌に与えてあげてもそんなにまあ嫌がった感じはしなかったかな。あ、でもリクガメはまあね、結構舌が肥えてるので嫌がってる感じでしてた時はありました。ただレオパとかは全然食べてくれたね。これでも気にせず全然食べてくれました、まあ、個人差はあると思いますが、これがナンバーワンのレプラーゼでした。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今まで私が爬虫類用品で買って本当に良かったものベスト5でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、亀丸子でした。バイバーイ。